ふうに理解するとすると、何かの原理があって歴史がこうまさしくそのように進んでいくとするとですね、今このような基準を僕らが持っているというのは、それこそ確かにそのような道をたどってきたんだったら、必然的だというふうになってしまうとですね、相対化をするところがむしろ絶対化してしまうことにならないかなというふうになっているんですけど、歴史的に確認ですけど、歴史的に考察していくと最終的に我々が今持っている道徳を作るわけで、むしろそう考えてしまうと我々の道徳は、絶対的になるということですか。何かの原理によって確か必然的に歴史が展開してしまうと、今この原理、この基準みたいなのを僕たちが持っているというのは必然的なのか、絶対化されてしまうのではないかなという気がするんですが、そうですね。そう考えると、その逆に現在の道徳を肯定するっていうような形になるかもしれないですけれども、でもやっぱりその前提として歴史にその目的はない。何かの一定の目的に向かって歴史はどんどん進んでいるっていうような形では考えられません。そういう目的の考え方をもちろん廃止しようとしたのが、その認知の起源と目的を区別するっていう方法論の一種ですね。で、その力の意志についても言明しますと、その言及しますと、その力の意志が原理になっているのではない、そういう形而上学的な発想が原理としてあって、でそれに故に歴史が展開するんだっていうふうには考えられます。事実として起源と目的は実際の歴史をたどってみると別々なもので、でそういう考察を踏まえると、あるいは原理として力の意志っていうのが考えられるのかもしれない。順番はいつもこっちです。独断的に力の意志を打ち立てて、そこから歴史を説明するんじゃなくて、実際の歴史研究をしてみて、そこから力の意志をという考え方を取り出してくるというぐらいの感じです。いや、それでもやっぱり強めて、今の感じをむしろ強めていることになりましたが、っていうのは多分変わらないんじゃないかなと聞いていたと思ったんですけど、つまり歴史が展開していった、その時に、あるかどうかわからんけれども、力や意志というものが作用して歴史がこのように展開していったというような仕方で歴史を語り直したとすると、むしろその、歴史の直線的な展開の仕方っていうのを提示してしまうんじゃないかなという気はするんです。直線的に歴史が展開していくとすると、それはむしろ今このような基準があるというのはまさしく必然的で、そうでしかありえないというような話になってしまわないかなというのは、山本さんが言う直線的ということから出てくる、
技術が特になくですね、歴史の、展開というのを考察、歴史を考察して、さらには原理として力や意志みたいなものを理解しようとするというのは、結果的に直線的な歴史の記述になってしまうんじゃないかなという、まあ、そういう意味でこういう質問をさせてもらっているんですけど、歴史が直線的で、直線的っていうことなんですけど、こう変化、いろいろ変化はしてきたけれども、 そういう形でしか変化することはありえない。という意味で直線的っておっしゃってるんですよね。だからある意味では現在のこの道路もそういう歴史的なこう結果なわけだから必然的だっておっしゃるわけですよね。で、そうなってしまうと、多分それが第1点で、第2点があって、そうなってしまうと結局今の道路も肯定せざるを得ないんじゃないのかっていうのが第1点ですよね。だそういう意味で今の道路も必然的なんじゃないかっておっしゃってるんですよね。そういうふうな結論になってしまわないか。あ、理解しました。で、それに対しては多分、たとえそうだとしても、特に問題ないと思います。というのも、こう変わってきたわけで、そしたら、この先変えたとしても、結局、問題にならないんですね。現在の道徳は確かに、そう、歴史をこう、変えていく上で、そうなったかもしれないと。でもそうだったら、変える可能性も出てくるわけですよ。まあ、いずれにせよ、その歴史を持っているというのは、変化の可能性が常にあるので、その絶対化は、まあ、阻止されるのは言えるんじゃないかと思います。変える変えないは別にしたとしても、問い直すこと自体は、歴史を問題することによって可能になってきたと思います。確認なんですけど、まあ、ちょっと山本さん、権利をつけましょう。じゃあ、ティーハウスの理解では、歴史的な考察、ニーチェが歴史的な考察をするというのは、それによって、今の基準はこの後変わっていくかもしれないという可能性を指摘することで、道徳を相対化して問題にできる、問題にしていると、そういうふうな理解に反発してということでいいですか。変わっていくかもしれないというような客観的な形では、はい、変えることが可能であると。むしろニーチェは変えようとしてて、それを積極的に言うために歴史的考察をこの一緒にやっているというのが、ニーハウスという人の解釈は非常にクリアで面白いなとは思ったんですけども、本当にそうかなという、2、3疑問に思うところをちょっとお伺いしたいんですが、一つは歴史的な考察によって、現行の道徳以外にもさまざまな種類の道徳が可能だったということが分かって、道徳が問題化されるという、そういう問題化するために歴史的考察をするんだというふうに言ってるんですが、
素朴には現行のキリスト教道徳に対してそうかなっていう、疑問が起こって、そしてそれについてその起源をつまり前史的な歴史的な考察を したっていうのが本当のところじゃないかなと思うんです。つまり疑問を問題になったからこそ道徳あの歴史的な考察をニーチェはしたんじゃないかな。もちろん 本を書く本の中での、 あの議論の順序立てはそうなってなくて、歴史的な考察をしたら問題ですよっていうふうになってるかもしれないので、それはそれであの、いいのかもしれないんですけども、ちょっとその点が順序がですね、道徳が問題になるっていうことと歴史的な考察っていうものの順序が本当にこの順序でいいのかなっていうのがあの一つの疑問。もう一つは、もしそういうふうに考えた時にいろいろ問題が起こるんじゃないかと思ったんですね。一つはその、歴史的な考察は道徳そのものの批判ではなくてその前提だというわけですけども、一つ考えられるのは、これは全く外在的な感想ですけども、キリスト教道徳についてこういう自然史的な説明ができますよっていうこと自体が、つまりそういう自然史的な眼差しでも説明できますよっていうこと自体が道徳に対する批判になってるんじゃないか。これはキリスト教に限らないけれども、基準学的なあの論証に対する批判っていうものになってると思うんですね。基準学内部 の論争にはならないけど、それでそういう意味での批判になってるっていう可能性があるし、そのことの意味がすごく大きいような気がするんですね。でそれでもしそういう批判というか歴史的な説明ができたとしますと、これ前 の西さんの論文を読んだ時に思ったんですが、そういうふうな形で現在の我々の道徳観が説明されたとして、そして問題にして、じゃあどうしましょうかっていうふうに考えるのはもちろんいいんですが、もし今までの道徳の変遷がそういうふうに歴史的に説明されるならば、我々がこれからどういうふうな道徳を考えるにしたって、それについてもまた自然史的なというか歴史的な説明が可能なはずですよね。でそのこと自体は、つまり 今後我々が考えるであろう、道徳についての形而上学的な正当化っていうのを無効にするじゃないか。つまり今までの道徳について歴史的な考察ができたならば、これからの道徳、我々が持つであろう道徳についてだって歴史的な考察ができるはずで、そのことは、それはつまり将来の道徳についての形状的な論証を無効にするっていうことはないのかなという、ちょっと山本さん の質問とリンクしてるような気はしたんですけど、その点。3点になったかな、2点だけですか、お願いします。はい、2点という感じで返してもらったんですが、はい、1点目はその、議論というか論証の仕方として歴史的考察が前提になって、道徳を問題にすることができるけれども、本当のところを言うと歴史的考察を問題にしたと扱う時点で既に道徳を問題にしてないかというような一つの質問はそう捉えさせていただいたんですが、おそらくおっしゃる通りかと思います。そもそもニーチェがこういうふうに、道徳の歴史を着手するのは、ニーチェ自身にとってはすでにその道徳は問題があるここに問題があるっていうような意識があるからこそ、やはりその歴史的考察を試みたんだと言えると思います。ただじゃあなんでニーチェがそもそも道徳をこう問題にそして捉えることができたのかっていうと、そこは別にそのニーチェの天才的な直感とかっていうことではなくて、そもそもニーチェはその文献学者だった、古典文献学者だったっていうところがありまして、常にその古典ギリシアのニーチェが常にその今とは違う可能な道徳っていうことを考えるときに念頭にあるのは古典ギリシアの道徳だと思うんですけれども、文献学者という立場で常にそのギリシアの道徳に親しんでいたっていうところがありまして、だからそういう観点からそういう観点を持ってた日だからこそ、今の道徳に問題を
つまり、歴史的考察と道徳に対を問題化するということは解釈学的に循環しているということになるでしょうか。あるなんかそういう歴史的な認識があったから道徳と道徳に対して違和感があって、そしてそれに基づいて歴史的な考察するしてっていうか、なんていうか、つまりどっちが先だっていうようなものではなくて循環してるんだっていうお答えだと理解していいんでしょうか。道徳の価値を基準にして考えるということと刑事学的な正当化というのはどこが違うんでしょうか。例えば要するにその神が命じるからだからこの道徳にしたかっていうのが刑事学的な基礎付けだとすると、その場合には、まあ、確かにその神っていうのが価値を持ってっていうふうにその考えれば価値から基礎付けなんですけど、価値っていう言葉の意味としてその人間の性に対してどんなその生き方をするのか、その道徳に従うとどんな生き方をするようになるのかっていう点で価値っていう言葉を使っています。だからつまり、神の基準、神が与えたからっていうふうになのを根拠として道徳を基礎付けるとすると、結局人間にとってその道徳がどうなのかっていうことは問題になってくる。という意味で刑事学的な基礎付けは価値を問題にしている。でそれに対してニーチェがやろうとしているのは、そういう人間にとっての影響を無視した基礎付け方はもうやめて、あくまでその人間にとっての道徳の作用、影響を基準、つまり道徳の価値を基準に基礎付けようというのが、どうもありがとうございました。はい、じゃあ
力というのが、ここでいう形而上学的思辨というわけで、形而上学的思辨によって、結局ニーチェはその道徳論を展開しているんだから、私が変に今の説明、形而上学がもう必要ないという説明と、私が噛み合いますかと。今の問題は
ややこしい問題なので、これ以上深いし、避けたいと思います。テスモさん。まあ、ちょっとだけ司会の方でちゃちゃを入れさせていただくと、多分ニーハウスはこういう形状、まあちょっと145ページの下の中でも書かれているように、フーコーだとか他の人たちを批判してるんですが、そういう人たちがそういう力への意思を思想を持ってきて、こう人生の歴史観も、あるいは経営学という考え方も説明付けようとするものに対して、ニーハウスの人は批判的で、まあ、要するに力への意思というのを経営学だということによって、そこはちょっといわばニッチェ哲学のガンのようなものでちょっと切除しておきましょうと。まあ、どっちかというとそういう発想ですね。それを言うと、しかし、なら、結局はなら、何が性のための基準になるのかという問題にまた戻ってしまいますので、そこでまた力入りしているのが欲しくなる、そういう恐れは大いにあるんだと思います。まあ、その辺はですから、非常に明快だけど単純化しているんじゃないかという、そういう。他どうでしょうか。非常にこう、なんていうか、客観的な歴史技術とか、そういう議論が